高校日本史 B。一問一答。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。問題1。1637年、天草四郎と木定を狩猟に、が発生する。答え。問題2。島原の乱の後、1639年に政府は、の来航を禁止した。答え。問題3。オランダとは貿易のみの関係で、オランダ商館は定期的に、を提出し、海外情報を伝えていた。答え。問題4。神話長崎の、という、中国人限定の建物で貿易が許された。答え。問題5。対馬藩は、1609年に宗主と朝鮮の間で、が結ばれ、対馬藩の朝鮮貿易独占が認められた。答え。問題6。琉球からは、将軍代替わりの時には、が派遣された。答え。問題7。17世紀の蝦夷地交易は、松前氏が交易権を地領として与える、が行われた。答え。問題8。江戸時代初期は、大名が死ぬ直前に養子を取るのを禁止する、が出されていた。答え。問題9。三代将軍家光の死後、1651年兵学者の、が、牢人を集めて幕府打倒の計画をした。慶安の変。答え。問題10。四代将軍家綱になると、叔父の、が松御養子の禁を、緩和した。答え。問題11。1657年、江戸市街に大きな被害を与えた、から復興した後、四代家綱は主人の後を追う、を、命じた。答え。問題12。岡山藩の池田光政は、豪学の、を設立した。答え。問題13。五代目綱吉は、林羅山の孫である、を、大学の神に任命し、文教政策を取った。答え。問題14。状況歴を作成した、は、天文方に任命された。答え。問題15。五代目綱吉は、蕎麦用人に、を起用した。答え。問題16。赤穂庵主が切腹を命じられ、その家臣たちが吉良義仲へのあだ討ちを果たす、が起こる。答え。問題17。財政難の幕府に対し、勘定吟味役の、は、質の低い元禄金銀を作る政策を提案する。答え。問題18。六代将軍家信、七代将軍家継の下で、が蕎麦用人の、と、政治を行う。答え。問題19。荒井枠石は、天皇候補出す宮家として、新たに、を創設した。答え。問題20。荒井枠石は質の低い元禄金銀から、を鋳造し、貨幣の質を戻した。答え。問題21。荒井枠石は、を出し、貿易船の来航数を制限することで、金銀の流出を防いだ。答え。問題22。新田開発は、17世紀以降、都市の富裕な商人が開発資金を出す、が登場した。答え。問題23。17世紀の農業は、の、農業全書、が、登場した。答え。問題24。地引き網により岩塩が、で行われた。答え。問題25。製塩業では、揚浜式塩田から、へと、発展した。答え。
今回は以上になります。何度も何度も見直して復習しましょう。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。